金属資源技術研究所、独立行政法人石油天然ガス、金属鉱物資源機構は、経済産業大臣を主務大臣とする中期、目標管理法人たる、独立行政法人である。所管部局は、資源エネルギー庁資源、燃料部政策課、石油公団と、金属工業事業団を前進とする。ジョグメクは、石油、天然ガスの炭鉱、 開発プロジェクト及び金属資源の炭鉱、開発プロジェクトに対する融資事業、出資事業、債務保障事業を行っている。石油、天然ガスの炭鉱、開発プロジェクトに関する出資事業に関しては、軸脈が新株発行の引き受けという形で資金を供給する。資源開発事業が成功し、商業化が行われた後は、 順次株式を売却していく方式をとっている。債務保証事業に関しては、石油、天然ガスの開発事業資金や資産買収に関連する資金の借り入れに際して、上限を75%に債務保証事業を行っている。金属資源の開発事業資金や資産買収に関連する資金の借り入れに際しては、上限をントに債務保証事業を行っている。 かつて国際石油開発の黄金株を保有していた法人であり、後団廃止に伴って経済産業大臣名義で国の保有に変更され、さらにかつての帝国石油との経営統合に伴って発足した国際石油開発定石ホールディングスが新たに発行する黄金株との投下交換によって、同社の黄金株を国が保有する形になっている。 情報提供事業の一環として、石油、天然ガスレビュー及び金属資源レポートを格別で刊行している。ありがとうございます。